2019年に開催された徳山盆踊り大会の一幕2019年10月に行われたふるさと会での徳山踊りの様子。徳山会館の前で踊りの輪が作られた。徳山踊りは岐阜県伊比郡旧徳山村で伝承されている盆踊りである。大見、越前、美濃など周辺地域からの影響を感じさせる数々の盆踊り歌が伝わっている。 徳山村は、徳山ダムの建設計画によって、1987年に廃止され、2008年5月のダム完成で、門入りなど一部地域を残して、全村水没となった。しかし、徳山踊り自体は、元寿司の網代、糸抜き、文樹団地、伊比川町の表山団地、北方町の芝原団地など、集団移転先でも、元住人たちによって踊り続けられた。 当初は、集団移転先の5団地ごとに保存会が結成されたが、会員の減少に伴い2007年12月に後、団体を統合。以降、現在に至るまで徳山踊り保存会による定期練習会が催され、年に一度元住人たちが集まる徳山ふるさと会などで実際に歌い踊られ続けている。離村後は、 集団一転先の団地での夏祭りなどで、徳山踊りが踊られていたが、近年は、元住人の高齢化や、騒音問題などによって、盆踊り大会が開催されずにいた。しかし、2018年に、東京での徳山踊り愛好者による会が、立ち上がったり、2019年に十数年ぶりに、徳山団地で徳山踊りの盆踊り大会が2日間に、 渡り開催されるなど、復活の機運が高まっている。TV の企画で作成された、村の盆踊りを再現したジオラマ。徳山会館内に展示されている。徳山会館敷地内にあるダム子を模したもの。配置されたベンチが八集落のあった場所を表している。徳山踊りは、三味線や太鼓、笛といった鳴り物が入らない、昔ながらの素朴な形を残した盆踊りである。 基本的には、温度取りの歌と踊り子たちによる愛の手との掛け合いによって踊りが進行していく。また、同じ徳山村といっても、八家村の集落ごとに、歌や踊り方に微妙な地域差があり、現在でも元住人たちが集まると、踊り方への見解に相違が生まれることがある。徳山村で、 盆踊りが行われたのは主にお盆の8月14日、15日、16日のことで、盆の3日間は若者から年寄りまで皆で矢倉を囲んで踊り明かしたという。場所は各集落では道場やお宮の広場が選ばれていたが、村の中心だった本郷地区では大通りに矢倉を建てて道路に踊りの輪を作った。この年に2回のお回りやおりといった。 宗教行事の折にも踊りが行われたという。娯楽の少ない徳山村では何かにつけて歌や踊りが行われたそうだ。8集落の位置関係。集落によっては隣の集落まで何キロメートルも離れていたという。かつては数多くの作業を歌、祝い歌、盆踊り歌などが歌われていたが次第に姿を消していき、現在は以下に挙げる11曲が、 徳山踊り保存会によって歌い踊り継がれている。なお、徳山孫氏に、この地特有の民謡としてこの地に発祥したという根拠を持つ民謡というものは、全くないと言っても良いとあるように、その歌のほとんどが全国各地から流入、伝播されたものと推測されるが、その詳しい来歴はほぼ不明である。盆踊りの踊り始めに歌われた曲。さよれとは、三次よれ。 さあよれ、さあよれの意であるといい、この歌が聞こえてくると、盆踊りが始まったなと村人たちは、散々後も、踊り場に集まってきたという。踊り始めにしか踊られなかったことで、実際に踊ったことのある人も他の踊りに比べて、少なかった様子。さよれは、また別名、さより、さんよりともいい、さんまの塩漬けのことでもあるらしい。かつて北陸から海の幸を運んだ。 サバ街道と同様のサヨリ街道が存在し、それにちなんだ歌が行商人と共に流入したのかもしれない。実際、徳山は山深い土地でありながら、歌の文句の中には、サヨリ街道をイワシが通るサバも出てみわじを連れてと海の魚について歌われているものも多い。指揮は、7. 7.7、7.5兆の小歌形式であるが、 さより街道を、イワシが通る出てみよサバもサバも出てみよアジーを連れてと3句目の7文字を一度前後逆から歌い、再度元通りにして歌うという独特な歌い方をする。さよれさよれと踊る娘が可愛いすぎたらこよいこよい、すぎたら悔しかろ、徳山踊りの代表曲で、村内の小学校の運動会でも踊られたため、今でも多くの徳山人が踊れるという。もともとは、 和島でてから今年で4年じゃ、能登の和島へ戻りたいという歌い出しの文句から、和島と呼称されていたが、昭和9年頃、岐阜志向街道にて行われた岐阜県内の盆踊りコンクール出場の際に、徳山踊りの代表曲として、徳山の名を冠したものにしようと、林言葉をとって、徳山それと呼ぶようになったという。そのほとんどが山林だった、徳山の地には、 かつて多くの記事誌が入り込んでいたらしく、そうした人々がノットから伝えたのではないかと言われている。実際に、麦や節に代表される、和島系の歌に近い歌い方をする。また7.77.5丁の本歌の後に、7.77.7あるいは7.77の長が林が都度差し込まれ、滑稽なその文句もあって、踊り場を大いに盛り上げる。憂いは、 うまさかよいつらいは、いおやれかんむりよおいやあれよいのりの長いは、いいよやれた白だによ、うありゃこしそつはしただよかどわきやうえだよおいは、川西三日月やおがめぬほっそれほっそれ、盆踊りだけでなく、いわいの園籍でもよく歌い踊られたという。歌の文句から、富山県八おの、越中ちゅうおぶしとの関連が強く考えられる曲。踊りの振りや歌の節回しは、越中ちゅうおぶしのそれとは異なるが、 歌詞については本歌の合間合間に差し込まれる長林も含めてほとんど同じである。かつて徳山出身者が八王の風の盆を見に行った際、戯れに徳山のお原節を踊っていたところ土地の古老が駆け寄ってきて、それは昔のおわらだと驚かれたことがあったという。越中お原らが今の形に洗練される前の個体を残している可能性もある。 徳山踊りのお原武士は、素朴な振り付けながら、品よく踊ることが求められ、ザ・布団一枚の上で踊れと言われる。お原らおわら武士どこでも流行るわけでこの地じゃ、お原なお流行る、越中じゃ、立山加賀では、白山駿河の富士山三国一だよ。曲調も明るく軽快で、踊りも簡単なことから、景気づけに踊られる。しかしその来歴は不明でこの踊りに言及している。資料も少ない。 死刑は7.77.5兆の小歌形式であるが、7.7兆の口説き形式で物語を歌っている古い音源も残っており、かつては主に口説きが歌われていたのではないかとも思われる。松坂踊り絵がも栄えるよ、はもしげる、思うていよ来たかよ思わできたか来ても思わにゃよ、甲いがないその名の通りのお作業の草刈りの歌で、それが盆踊りにも転用されたもの。 かつての徳山村では、平時の野良仕事の合間合間にも来やすく、口ずさまれていた様子。山深い徳山の地では、畑で作物を育てるための緑肥作りに、野草刈りは欠かせなかったらしく、草を刈るかよ刈り干しをするか鎌が切れぬかを追いとしやという、歌の文句にも、その暮らしが忍ばれる。はあ草をなよこりあかるかよ刈り干しをするか鎌が、切れぬか追いとしや、草刈り同様。 作業歌であったものが、盆踊りに転用されたもので、新草とは、五月の田畑に使うために刈り取った後に、再生して茂った二度目の草のことを言う。踊りは、非常に優雅で、現存する、徳山踊りの中では最も手数が多い。そのためか、歌の文句でも、新草踊りを習い通って見通うて今朝も朝飯食わできた。新草踊りを習いたきゃござれ金の四十五両も持って、 おざれと歌われている。かつては、徳山ホッスそれと同様に、徳山踊りを代表する曲として、各地での舞台出演の際に熱心に踊られていた、ようである。新草踊りがないようコリアナライトーテミトーティーを今朝も、朝飯用を幾くはできたよういわゆる、島田曲げについて歌われる文句が多く、島田流れる金谷は焼ける、殿の石符がどこに立つと歌い出されることからも、 東海道の島田塾から来ているのではないかと言われているが、詳細は不明。徳山周辺の西能地方に同様の曲が分布している様子。新草同様に優雅な踊りで、徳山村子の中では踊りは座敷踊りである。いずれ宿場の花街で踊られたものであろう。と推測している。着物の袖をひらめかせながら踊る様は、 確かにそのような場が似合っているようにも思われる。島田用意流れる金谷は焼ける、殿の用意席撮影用意どこに立つ、林言葉のシンコロ祭シンコロ祭から名付けられた曲だが、その語源は不明。馬坂峠を挟んで東に位置する元寿司ネオで今も、踊られている、しっこの祭や、奥美の白鳥でかつて踊られていたという、しっこら祭など、 類似の歌が一定の範囲に分布していた様子。徳山踊りでは、新頃際には、たまりが良いたまりがなければ、味噌でも良いという、長林が入ることから、かつては、新子イコール新子持ちのことを歌っていたのではないかと、推測される。また、越前大野の旧泉村メンタに鉱山には、で、荒金の祭り踊りが、古くから伝えられているという記録もあり、何らかの関連が伺われる。 やあれめでたなあよおいめでたのはかまつよいさまよえだも、栄えてやれこりゃはも茂るよう、西隣の滋賀県、大見の民謡を、養産業の眉木家が習い伝えたとも、高山への出稼ぎ人が伝えたとも言われている。徳山で踊られるようになっての日は浅いものの、その調子の良さから、遠石の座を締めくくる曲として、歌い踊られたという。特に、滋賀県に近いと入地区では、 盆踊りのお開きの歌として親しまれていた様子。現在、大阪などで盛大に歌われている洗練された、節回しと異なり、徳山に伝わる、公衆音度は、単純素朴なもので、お腹節同様かつての個体を残しているのかもしれない。節回しは7.5兆4秒1連の繰り返しで、歌の下題は、おなじみの、石、わらべ丸や、大高言語。 岩見重太郎などが歌われていたが、現在は、徳山のかつての風景を歌い込んで作られた、徳山風景崩しがもっぱら歌われている。どっこいしょああ皆様よご苦労じゃなこれからは、酔い汗の掛け声を、ああ弱敗者の私が大事な時間を借りましたしばらく、歌う。この歌は、徳山風景崩しですその名の通り、センスを持って踊り、徳山踊りの中では、唯一、 太鼓と鐘の鳴り物が入る。徳山村氏によれば、林村坂内村の寺の住職が伝えたものと伝えられているほか、この地を治めていた徳山五兵が徳川家康から配慮した扇の縄文にちなんで踊り始められたとも伝えられている。徳山村の八集落の中でも本郷地区で飲み、踊られていたらしく、その名は知られていても実際に踊った人は稀だったという。 また、その本郷地区での盆踊りの際も、扇踊りが歌われることは稀で、それでも、いざという時に備えて、腰に内輪を刺して踊っていたという。踊りは単調な繰り返しで、歌の文句はこの曲特有の筋物になっており、歌はその7.5丁1項ずつ温度取り踊り手が2回ずつ繰り返していくという、徳山踊りの中でも独特なものになっている。 私を十七妻がない私を十七妻がないよう、そ壮いそうりゃい,祝い歌として、宴席で歌い踊られていたという曲。越前福井で歌われている祝い歌、菜種の花との関連が考えられるが、節回しは異なる。歌の文句は演色を持つ者が多く、結婚式の席で好んで歌い踊られたという。死刑は七点五七点五一連で後半を繰り返して歌い、踊りは優雅で、 蝶と戯れるように踊れと言われる。な、種の花の咲く頃は、どれが花やら蝶々やら蝶々やら蝶々やら,蝶々やらどれが、花やら,やら蝶々やら他にも、録音音源として、ヒダの古代神に似た大門先や、二型、ドドイツ、騒ぎなども残されているが、踊りの方は残念ながら忘れ去られてしまった。徳山孫氏編集委員改編、徳山孫氏、ふるさとの記憶つなぐ。 日本一のダムに沈んだ村で、ヤフーニュース。2020年11月3日閲覧。ダムに沈んだ盆踊り。都会の若者が、継承級村民の目に涙。朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2020年11月3日閲覧。文化の伝播滋賀発祥の、甲州温度いかに、岐阜県に伝わったか、小野和也の音。 ノート、2020年11月5日閲覧、ありがとうございます。